はい、どうもアメジンです。今日の動画はね、家ツアーの動画です。僕のアメジンのハウスを紹介したいと思います。はい、スタート。はい、ここはアメジンの家の前です。でかいでしょ。ほら、めっちゃでかい。なんか前の人はこの家の中で亡くなったらしいです。でもその話は後でします。はい、入ろう。お邪魔しましょう。お邪魔します。はい、玄関です。広いね。シャンダリアもありますね。実は母さんはシャンダリアが大好きで、まあ、中毒みたいですね。実はやばい、本当に。で、ここはリビングルームでございます。まあ、ソファー2つ、でかいテレビ1つ、あとマリリン・モンロー一つですね。はい、こちらはダイニングルームでございます。あれ、なんだっけ、暖炉もありますよ。イエス様もいますよ。で、この部屋はアートコーナーです。まあ、すっごく古いピアノも画家イーゼルもあります。まあ、母さんは画家ですからね。まあ、あと僕はピアノを弾くからこの部屋が特に好き。まあ、あとこの部屋はちょっとやばいんですよ。なんか前の家主はこの部屋で亡くなりました。でも僕は恐れてない。うん、じゃあ次のルームは。はい、キッチンです。めっちゃでかいよね。カウンターは新しいですよ。最近リフォームされました。はい。あー、そうスムーズ。はい、次2階です。あ、またシャンデリアですね。中毒だ。はい、こちら僕の部屋です。めっちゃ来たね。なぜかベッドが2つか全く分からないっす。これなんだっけな。おお、オッケー、進もう。はい、早速弟の部屋に行こう。じゃんじゃん。あ、ごめん。はい、この感じです。この家はとっても古いので、家具も古い感じです。まあ、このマグマランプ以外ね。はい、母さんの部屋です。母さん、この感じですね。はい、この次の部屋はおばあさんの部屋なんですけど、おばあさんはこんなこと恥ずかしいので、ちょっとモザイクを使うね、ちょっとだけ。はい、こんな感じ。こんな感じですね。いいね。いいね。まあ、多分家の部屋の中、この部屋は一番綺麗ですね。2階のトイレです。よー。まあ、シャンデリア、シャワー、あと便座。なぜ便座とシャワーとシンクは一緒の部屋にあるかというと、まあアメリカだからね。これは普通ですよ。まあアメリカでは。で、こちらは屋根裏でございます。でも行きたくないので行きません。
はい、一番いいところは最後にしました。地下です。地下、まあ地下のドアですねさあ下りましょう。寒い。おお、怖。うわ、汚ねえ。あ、水。あ、入ってる。で、この家は葬儀屋として使われていました。はい、死体はいっぱいありました。特に地下にね。続けてみましょう。はい、このテーブルですね。なんか上に死体が置かれて、まあ綺麗にされました。で、あ、まあ多分この部屋に死体が保存されました。多分ね、知らないけどで、この部屋ですね、この部屋の中にはとっても不思議なものがありますよ。何でしょう。おー、やべー。はい、これです。なんでこんなものがあるの。なんでやねんねん。ちょっとなんかラジオ体操したいんだけど。はい、僕の家でした。皆さんどう思いましたか。この家はでかい。ここに住みたい。一生に住み、はい、チャンネル登録、評価お願いいたします。コメントも A ですから、ぜひぜひコメントしてください。バイバーイ。Peace, guys.